大谷武春のマイウェイラジオ。こんばんは、名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷武春です。さあ、大谷武春のマイウェイラジオ、今夜も始まりました。さあさあ、ひょっとしたらですね、9連休のシルバーウィークをね、満喫されている方もいらっしゃると思いますけども、今日もね、元気にお送りします。それでは9時までの10分間どうぞお付き合いください。この番組は共鳴電工の提供でお送りします。春のマイウェイラジオ。はい、今日はですね、早速ちょっとメッセージからね、ご紹介したいんですけども、ラジオネーム高知さん、ありがとうございます。大谷武春さんへ、誕生日おめでとうございます。ラジオで話されていたデジタル人間目指して頑張ってください。これからも軽快で爽やかトーク楽しみにしてますよ。誕生日は誰かとお祝いしたのですか？彼女かな、というね、メッセージをいただきました。はい、僕です。実はですね、9月17日に誕生日を迎えました。イエイ。寂しい。はい、ありがとうございます。ディレクターさんが向こうで拍手してくださってます。そう、僕ね、もうね、33歳になっちゃいましたね。え、どうなんですか、33歳っていい年ですよ ね。ちょっとこう油の乗ってきたね、大人な感じの年になりましたけども。はい、この前ね、ちょうど1週間前のね、9月10日にイオンベイシティ名古屋港店でライブありましてね、その時にこういつも応援してくださる方がね、ほんとたくさん来ていただいて、でしかもサプライズでね、いろいろお祝いもしていただいてね、本当に誕生日すごく祝っていただいてね、嬉しかったんですけども、まああれですね、彼女かどうかはね、聞かないでほしいですね。で、僕ほんとこういうね、なんだろう、サプライズものにすごく弱くて、学生の頃にもね、よくサプライズでバースデーもね、祝ってもらったことがあるんですけど、ちょうど僕バンドをね、昔組んでまして、でたまたま誕生日の近くにこうワンマンライブだったんですよね。で当時僕はキーボード担当してて、こうプログラム通りにこう曲をね、演奏したんですけども、まあ、突然ね、ライブ中盤になったら、こうボーカルの人が次の曲って言ったら、全くなんか知らないイントロがこうボーンとね、始まって、で僕だけこうキョトーン、何が始まったのと思ったら、なんとオリジナルでね、メンバーがバースデーの曲をね、作ってくれて、僕はこうステージの上で男泣きをしてしまったんですけど、結構ね、僕なんだろう、気づくのがすごい遅くて天然らしいんですけど、なんか目の前でずっと練習してたそうなんですよ、僕のいる前で。だけどお前本当に何も気づかないよねっていうぐらい、単純だから、よくこう、まあ、サプライズ以外にもドッキリとかね、よくかけられちゃうんですけど、まあ、でも本当に嬉しいですよね、こういうお祝い事とかね、サプライズっていうのはすごく嬉しいのでね、皆さんも何かね、そういう、まあ、誕生日とか、まあ、例えばプロポーズとかね、あと何か告白する時とか、なんかそういうちょっとサプライズをしたよとか、逆にされたよってことがあったらね、ぜひ教えてほしいですね。ね、ちなみに僕ね、学生の頃は彼女にオリジナル曲を歌ったことありましたけど、ちょっと惹かれました。はい、まあそんな感じでですね、まあ切ない曲をかけましょう。ここで一曲お届けします。大谷武春で片思い。いつもの時間に
りしましたのは大谷武晴で片思いでした。この CD はライブ会場限定で販売している CD に収録されています。環境に優しい太陽光発電を、共鳴電工。太陽光発電といえば共鳴電工。あなたのために、次の世代のために、人に未来に優しい社会を目指します。私たちは共鳴電工です。涙、はい、エンディングの時間になりましたけどもね、今日は敬老の日ということでね、ひょっとしたらおじいちゃんおばあちゃんとね、こうご飯を食べに行って、その帰りにこう車の中でね、今このマイウェイラジオをね聞いてくださっている方も、いらっしゃるかもしれないんですけども、僕もねおじいちゃんは健在で、もうほんとね元気すぎるぐらいピンピンなんでね、改めてありがとうっていうね、会いに行ったんですけども、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんね、日頃結構やっぱわがまま言っちゃうんですよね、僕らはね。だからこういう時にやっぱり改めてね、皆さんも感謝をねしてみてください。そして大谷武晴はねライブがあります。9月22日の木曜日午後5時から熱なる金山で歌います。こちらは観覧無料ですのでね、皆さん、見に来てください。そして番組ではあなたから大谷武晴へ、メッセージ、番組の感想なども募集してます。メールはtake@tokairadio.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷武晴のマイウェイラジオまでお送りください、ね、さっき言いました、彼女にねこんなプレゼントをして失敗してしまったとかね、そんなメッセージもぜひぜひね、面白いのお待ちしています。それではそろそろねお別れの時間になりました。今日も聞いていただきましてありがとうございます。マイウェイラジオ、来週も月曜夜8時50分にお耳にかかりましょう。それではシンガーソングライター大谷武晴でした。バイバイ。探せばいい、探せばいいだけのことなんだ。涙涙